こんにちは。こんにちは。ウーアチャンネルのしろっこです。せこです。よろしくお願いします。ね、今日も前回に引き続き、はい、出場者完成の道を進んでいくわけですね。はい、進んでいくわけなんですけれども、はい、今回はね、フロントバンパー。フロントバンパーね。はい。で、用意していただくものが、はい、13mm アルミダブルローラーセット。はい。こちらですね、もう僕たちは持ってたんで、中古でいきます。なるほど。はい。で、それから、FRP マルチワイドリアステ。はい。こちらね、カーボンのやつも今2017出てるんですけど、はい。あくまでね、安い形で作っていきたい。安く作りたいね。はい。ということで、こちらのね、FRP の方を選びました、はい、フロントのですね、13mm のステアに関しましては、はい、カーボンしかなかったんで、はい、13mm のローラーがつくタイプ、13-19mm のローラーがつくタイプのマルチステアとなっております。はい、まあ、見た目としてはですね、こちらがこちらのカーボンバージョンだと上が丸いです。これ角張ってるんです。そうですね、でちょっと短いと分かりやすい、はい、長いです。あ、こっちの方が短いと、丸い方がね、丸い方が短い、はい、で、そして、こちらがね、FRP のマルチステーマルチステーなっております。はい、この3点とあとはまあビスト、サラビスですね、サラビスとロックナットかな、ロックナットですね、はい、ロックナットを用意していただく。で、そして工具といたしましては、まあ、工具は基本セットなんですけれども、工具は、はい、普通の基本セットとプラス、はい、4mm のドリルを、4mm ドリルをご用意ください、はい、ではスタートです。スタートということでね、はい、始めていきたいと思います。はい、で、こちらですね、S2 シャーシを用意してください。はい、S2 シャーシにこのプレートを取り付けるんですけれども、はい、どうしてもですね、このプレートのこの両端のここの部分が、はい、こっち側から外側ですね、外側の部分が必要ありません。はい、いらないと。必要ないんで、はい、ここの部分カットしていきたいと思います。はい、じゃあカットします。で、そしてね、こんな感じ、まあまあな感じにカットしました。はい、こんな感じですね。こんな感じにカットして、はい、今度はね、フロントのこの2つの穴、これもいりません。カットが終わりまして、はい、このような形になりました。はい、で、これをですね、あとはここ、この取り付ける穴ですね、一番下の穴のところですね、こう取り付けるんで、はい、サラビスで、取り付けたいので、はい、まず、この穴をですね、サラビス加工したいと思います。サラビス加工したいと思います。こういうビットをね、使うと簡単にできます。サラビス加工もね、終了しましたんで、これにですね、1mm、はい、1mm の、はい、サラビス、はい、10mm か、10mm じゃん1mm だ、こんなの10mm のサラビスを使用してください。はい、10mm のサラビスを通しまして、はい、で、これをですね、こちらの方に取り付けてください。はい、はい、じゃあ取り付けるとこまでいきます。はい、はい、ということでね、はい、取り付けが終了しました。で、ですね、はい、これちょっとビスが長いんで、はい、上にちょっと飛び出ちゃうことがあるんで、はい、できればもうちょい短いサラビスがあったりとか、カットできるならカットしてください。そうですね、はい、で、貫通させて付ける方もいらっしゃるんですけれども、はい、僕はあえて貫通させません。なぜかというと、はい、A パーツに干渉しちゃうんで、 A パーツの加工をしなければな、いけなくなるんでね、はい、今回は普通に通すだけ、通すだけでなります、はい、で、ここにですね、今から、ユニットを取り付けていくんですけれども、はい、まずですね、13-19mm のこちらのマルチプレート、はい、マルチプレートの2枚あるでしょ、はい、で、これ重ねて使うことになるんですが、はい、これの下側に当たる部分、はい、重ねるのの下側に当たる部分の 13mm の穴を、はい、4mm に拡張してください。はい、拡張してあります。してあります。してあれば、はい、これを重ねて、もちろん傷を入れてですよ、はい、表面に傷を入れて重ねて綺麗に穴を合わせてですね、はい、接着してください。接着で、それではですね、はい、接着が終わりました。はい、接着が終わったんで、はい、こっちのね、4mm の穴を開けてある下の方から上に向かってですね、はい、キャップスクリューの 25mm、25mm キャップスクリューの 25mm のビスを下から上に、はい、ブサッとしてください。ね、はい、こうなった時にちゃんとビスがまっすぐ立っているか、まっすぐこう入っているかね、立ってなかったら一回外して、はい、これニッパーとかをこのちょうどこの継ぎ目のところにパシッて入れてあったらすぐパリッて取れるんで、はい、これがね、両方刺してまっすぐ立つように
はい、曲がってたらね、曲がってたらちょっと厳しいんで、はい、まっすぐ立つようにしてあげたら、今度はねここにスペーサーを入れてください。スペーサー、はい、で、520の脱出方法は前回やりましたね。はい、はい、伝授してあるので、はい、520スペーサーで、そして金色のスペーサーを入れてから、はい、13ミリのアルミローラーを入れます。入れます、入れます。そして、520を再びもう1個入れて、はい、でアルミスペーサーですね。アルミスペーサーからの、はい、3ミリのスペーサーを入れてください、はい、3ミリのスペーサーを入れた後にロックナットでね止めます。はい、ローラー類なんですけど、はい、ローラー類は、しっかりと締めてあげてください。でももういよいよもうバカみたいに締めなくていいけどね。でまず、ローラーが軽いことを確認してから、はい、以前動画でね見てるかな、みんな見てるかな、湯飲み作った湯飲みスタビをねここで使用して、おー、こできた片方がね完成しまして、こんな感じと、はい、なっております。この反対側もね同じようなことなんで、はい、これは、スキップします。で、はい、取り付けが完了しました。はい、で取り付け完了しましたら、今度はですねこれをここにね、うん、こうやって取り付けていくわけなんですけれども、はい、だいぶ進んできたね。来たね、だいぶ来たねこれね、ほらついたら来たね。ここに取り付けていきたいと思いますが、下もですねできることならここも、サラビス加工をしておいてください。はい、何かというとですね、この下にブレーキして、1枚だけつけるんですけど、はい、サラビスにしておいた方がやっぱり後々ここにブレーキを貼ろうと思って、あ、そうです、貼りやすいので、はい、できればもう側面はもう全部サラビス加工でサラビスを入れた方がいいと思います。はい、では取り付けていきます。はい、ということでね、はい、今フロントの方が出来上がりました。おー、なってきたね。なってきたでしょ。はい、さらにこのフロントのね2つの穴、これにも2つ穴があると思うんですけど、ここに FRP のねブレーキステイを取り付けたいと思います。はい、で取り付けるんですが、はい、ここのね右から3番目、左からも3番目の穴のところにサラビス加工をしていただいて、はい、10ミリのビスで固定します。はい、ということで、はい、出来上がりました。出来ましたね、フロントが出来上がりましたね。はい、こんな感じになってます。うわ、どうですか、見た目は結構普通だとは思うんですけど、出来てきましたね。やっぱりねちょっとカーボンで作ってない分、はい、FRP 感は残るんですが、はい、これね、あ、だって後々でも付け替えれるので。そうですね、付け替えはいつでも可能なんで、はい、これね、FRP 嫌だなって思ったらね、裏面はこんな感じでブレーキもね、2段になって非常に張りやすい状態になっております。はい、でね、先ほどの4ミリにね、削った理由というのもですね、これね、見てもらうと分かると思います。はい、ビスが出ておりません。出てないです。一切ビスが出ておりませんので、はい、コースにですね、引っかからない、引っかからない、引っかからないですよね、これね。はい、引っかからないんで、この加工、結構活用おすすめできると、おすすめできると、はい、これをすることによってですね、引っかかり防止ステアもいらない、いらないんですよね、引っかかり防止ステアもいらないんで、便利だ、このねカスタムおすすめです。はい、ということでね、フロントまで来ましたね、本当にもうここまで来た、様になってきた。もうだんだんなんかマシになる。これ走るでしょ、だって走るちゃ走るね、これ今もうコース走らせれるよね。こうケツがいるよ、パリパリパリになるけど。でね、次回は、はい、リア編。ありがとうございました。ありがとうございました。